皆さんおはようございます今日の私物紹介動画1本目はカブトムシということでねまたカブトムシかよって思われるかもしれないけどもうゲーム紹介動画がスパコレであるように私物紹介動画はもう1本目はカブトムシ固定です、うん、もうなんなら毎日カブトムシだけ出しててもいいんだけどゲーム紹介だけでいいよねって感じでなんかカブトムシは一回紹介して何になるのって感じだからさ、うん だからたまにね1か月のうちに、まあ、数回出せればいいんじゃないかなっていう、うん、感じです。でこれねすごいボロボロなんだけど、うん、俺はこのカードのことをね「歴戦のカブトムシ」って呼んでるんで長いもんな月日がだってこれいつだっけ2002005ファーストぐらいだっけちょっと待ってね拡大する2005ファーストプラスだねうん、まあ、それぐらいねてかなんでこれさ スキャンするところ、あのバ、バーコール以外もさ、剥げてるかっていうと、その、なんか、削れてるかっていうとさ、多分ポケットとかに入れてたかなと思うんだよね。でもさ、それでもさ、なんか洗濯機とかに入れたいとかさ、俺は上がったりとかしてないだけさ、偉いよね。うん。過去の俺。<laughs> 俺は上がったり破けたりとかしてない。若干破けてんのかなうん。でも、洗濯機とかに入れないだけマシだと思うんだよ。俺、そんうなうことしないんだよな。でもポケットに入れたかも。いや、変えないポケットに入れないな。 何か、何かに入れてたのもデッキケースかな,なんかに。うん、スリーブには入れてなかったんだよね。あの、虫キッのカードってさ、スキャン用のスリーブってあるんだよ。スリーブに入れてても、スキャンできますよ。バーコードだけ、ちゃんと使えますよっていうのがあるんだけど、なんか俺そういうの使ってなかったんだよね。うん。まあ、コレクション用のカードと、対戦用のカードで分けてたかな。だからちゃんとした、この同じカブトムシの長期で、備品版があるよ。 俺ののアルバムの中にはまあ、いつかそれを見せられる日が来たら見せます。それでは聞いてくれてありがとう。また後でよろしく。